あとね、本日5月4日の13時からね、東組の宇佐美リトと佐伯一徹がエルデンリングの、あ、ムービーが始まってしまった。後で話すわ。あ、そうだ、東組の2人が、本日の13時からエルデンリングを始めるんですよ。はい。なんということでしょう。かぶってしまいました。一旦回復してね。あれ？どうやって調べるのこれ。いやー、結構前にその、任務が一緒になった時にさ、いやー、俺も、フロムゲーやりたいんだよな。エルデンリングとか、やろうと思ってんだよな、テツトって言ってたから、あ、俺もダークソウル3やるんだよね、みたいな話をしたんですけど、まさかさ、同じ日になるとは思わんじゃん。ねえ。ヒーローはフロムやりたくなるのかな？ヒーローっていうのはね、ド M なんで、多分、知らないけど。ヒーローに対する風評被害やめろ。諸説はあります。ちなみに。ド M タコヒーローってなんか、あれだな。エッチだな。なんか、行けるルートいっぱいあるからちょっと難しいな。どっち行けばいいんだろう。来たの。待って、この変身中に殴ったらさ、行って、それは許されなかった。一旦回復してきますか。エストビン余裕あるし。ほほほほ。これはいけそうですね。学習早い。でしょ？タコなので。タコって、脳みそがここのつあるんですよ。助けて！ああ危ねえ！タコって脳みそが9つあるので、知性ある生き物って呼ばれてるんですよね。これ。体でっかくした分、当たり判定広がってるから、やりやすくなったぞ。終わりだ！よーし！ほら！完璧です！これは望みあるぞ！どうですか？全然その、東のヒーローのさ、開始までに終わりそうな兆しありませんか？二日でいけるなっていうコメントを見て今やる気が一気になくなりました。このソウル失いたくないね。あ、操作を間違えた。